ジードルーナス・イルガウスカスは、リトアニア・カウナス出身の元バスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどで活躍した。ポジションはセンター。身長221センチメートル、体重117.9キログラム。背番号は、同郷の先輩アルビーダス・サボニスに憧れて、11を、つけていた。イルガウスカスがデビューしたのは1992年。 彼がまだ17歳の時、ザルジャイリスマイナス2で1年間プレーした。その後、カウナスのクラブチームアトレタスに移籍して1996年まで在籍し、中心選手として活躍した。1996年の NBA ドラフトで、クリーブランドキャバリアーズより1巡目20位指名を受け、NBA デビューした。 以降、キャブス一筋。1996から97シーズンは、右足の骨折で全球し、デビューとなった1997から98シーズンは、フル出場を果たした。うち、81試合で、先発出場をするなど、即戦力として、同じく、ルーキーとして加入した、ブレビン・ナイト、デレック・アンダーソン、セドリック・ヘンダーソンと共にプレーオフ進出の、 原動力になった。1998年の2月には、ルーキーオールスターゲームにも出場。見事、大会 MVP にも輝いた。NBA での滑り出しは、順風満帆と思えたが、1998から99シーズンは5試合目で左足を骨折しほぼ全球。わずか5試合の出場に止まってしまい、以後、彼のキャリアは、足の故障により、 長期にわたって足踏みしてしまう。続く1999から2000シーズンは今度は右足を骨折し、前級、翌年の2000から2001シーズンも12月半ば時点で畜区のチームを支えていたが、再び足の骨折が発覚、わずか24試合の出場しか果たせなかった。この頃からイルガウスカスには、故障がちなイメージが定着してしまい、現在でも、 ガラスの足と形容されることがある。翌年の2001から02シーズンからは、出場時間を制限することにより、徐々に復調し、以降6シーズンにわたって、大きな怪我に見舞われることなくプレーを続け、毎シーズンのように得点やリバウンドで高いアベレージを残している。2002年以降は、毎年のように80試合前後出場しており、これは、 他の NBA 選手と比較してもかなり健康的だと言える。しかし今日まで怪我のイメージから払拭できない節があるのは当時と変わらぬ細身の体型と怪我が多くの NBA ファンに強い印象を与えたからだと考えられる。キャバリアーズはレブロン・ジェームズの加入後にチーム成績が向上。一方で自身はドリュー・グッテンやアンダーソン・バレジャオラの成長に伴い、 出場時間は減少し、特にゲーム終盤ではベンチに控えることが多くなっていった。しかし、ベテランとしての役割をはじめ、チームにとっても欠かせない存在になっており、2005から06シーズンはルーキーイヤー以来となる8年ぶりのプレーオフ出場も果たした。翌2006から07シーズンには、自身初の NBA ファイナルに進出した。 07から08シーズン終了後、リトアニア代表として、北京オリンピックに出場する意思を示したが、キャブス側がイルガウスカスの怪我を恐れて、それを許可しなかった。2010年2月16日、ワシントン・ウィザーズとロサンゼルス・クリッパーズが絡む、三角トレードでアントワン・ジェイミソンと交換で、ウィザーズに移籍したが、2010年2月25日、ワシントン・ウィザーズと、 バイアウトが成立。ウィザーズで一試合も出場せず、ウェーバーにかけられ、3月23日にクリーブランドキャバリアーズに復帰。2010年7月に FA となり、同じく FA となった同僚のレブロン・ジェームズの後を追うような形で、マイアミヒートへ移籍する。二千十から二千十一シーズン終了後に引退を表明した。二十一センチメートルという長身を、 フル活用したテクニックあふれるプレーが特徴的な選手である。リバウンドはもちろん、ブロックも得意とし、ゴール近辺では脅威の存在である。オフェンス能力も高けており、フックシュート、ダンクシュート、ティップイン、ジャンプシュート、ミドルシュート等インサイドの選手としては破格のシュートバリエーションを誇り、技のデパートと雑誌ダンクシュートは表現した。シュート成功率も、 NBA 屈指を誇る。また、長身選手に苦手な選手が多いフリースローも、アキらと並んで非常にうまいタイプと言えよう。2005から06シーズンには、834の成功率を残し、キャリアハイを記録した。運動能力や、フィジカルコンタクトに強い方ではなく、うまさが売りの、柔らのセンターという存在である。ありがとうございます。